皆さんこんにちは、アパレルオです。今回ご紹介する商品はデサントオルテラインのハードシェルジャケットクレアスをご紹介していこうと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。ということで行ってみたいと思います。まずね、こちらクレアスの、ちょっとね、特性といいますか特徴をご紹介していこうと思うんですけども、本当にね、超高耐水性っていう感じで、耐水圧がもう本当にかなり、高度なレベルまで、対応できるアイテムとなっております。目安としてはもう嵐でも全然、対応できるジャケットとなっておりますので、生地感的にはね、そこまでめちゃくちゃ分厚いってわけじゃないんですけども、見た目以上に本当にしっかりとした作りとなっております。あとは袖口の操作性を高めるブロックフィットアジャスターカフと、また必要な時にフードを取り出せるパラフードシステム、快適な着用感を保つデュアルジップベンチレーションですね。まあこの辺はね、もう本当にオルテラインの定番的な仕様となってるんですけども、まあ本当にスタイリッシュに着れて、デザイン性も良くて、しっかりと機能性もあるっていう、本当にね、素晴らしいジャケットかと思います。サイズ感に関しましては、見た目ほどめちゃくちゃ大きめな感じの印象はないんですけども、まあ普段ね、 M サイズ着られてる方でしたら、まあ M 着ていただいても全く間違いないかなと思いますし、まあアームホールも程よくゆとりはありますので、結構ね、分厚めなインナーであったりとか、お使いいただいてもそんなにもたつきっていうところもね、なくお使いいただけるんじゃないかなと思います。脇下にもね、しっかりと蒸れを防いでくれるベンチレーションもついておりますし、まあジップはね、全てシスジップとなっておりますので、まあ水の侵入ってところもね、しっかりと防いでくれる仕様となっております。もう本当に飽きのこない定番的な形で、もう年を重ねてもね、本当に長くずっとお使いいただけるアイテムとなっております。まあちょっとね、個人的にデメリットってわけじゃないんですけども、少しね、ちょっとお値段設定がね、なかなかすぐにこう手が出るような感じの値段じゃないっていうところは少しあるんですけども、まあ本当にね、その分長く着ていただければ十分元が取れるような、アイテムかと思います。でこちら実際着用してるんですけども、163センチ54キロで、今 M サイズを着用しております。まあ僕の身長や体型でしたら、このぐらいのサイズが一番ジャストで、全くね、窮屈感なくお使いいただける感じかなと思います。特にね、このフードの形といいますかね、首周りの仕様が個人的にめちゃくちゃ気に入ってて、小顔効果っていうこともね、しっかりとこう生み出してくれるんじゃないかっていうぐらい、この首のボリュームがね、もう本当に絶妙で、顔にね、決してこう当たることのないんですけども、この立体的なこう首元っていうところを演出してくれるのは、個人的にはもうめちゃくちゃおすすめのポイントとなっております。まあ着丈に関しましては、一応ね、泥コードついておりますので、多少ね、こう風の侵入っていうところもね、絞っていただけると防げるような仕様となっております。また袖口がね、こちらベルクロじゃなくてノイズレスになってますので、非常にね、こういう脱着もスマートにしていただけるかと思います。でこのポケットのね、中もフリスになっておりますので、手を入れていただいた時もね、しっかりと保温効果っていうところもあるような仕様ですね。で脇下のベンチレーションを開けていただくと、まあ本当に室内とか入った時、こちら開けていただくだけでも、まあ、蒸れ防止っていう意味でもすごくこう便利な、ところかと思います。こちらで一応裾の絞り具合は調節していただけるんですけども、本当に簡単にね、ちょっとこう引っ張っていただくだけで、中がこうギュッと絞られるような形となりますので、外す時はね、逆に引っ張ってもらうとすぐスルッとこう元に戻るような形となっております。まあそういったところもね、本当にワンタッチでこうできますので、まあ手袋したままとかでも全然こう調節していただけるっていうのは嬉しいポイントかなと思います。結構ね、身幅とかはすっきりめな印象なんですけども、全然腕回りは少し ゆとりありますので、まあ、ニットとか、スウェットとか着ていただいた上でも全然余裕で羽織っていただけるような感じですかね。でこちらが一応ね、一番締めてる状態と、こちらが、デュアルジップの、メッシュ部分を覗かせたような締め方ですね。この細い、メッシュのラインになるんですけど、これだけでもね、ここからこう空気をしっかりと出してくれますので、まあ些細なことなんですけども、意外とね、こう長く着てるとすごくこう効果的かなと思います。でこちらがパラフードシステムですね。これがね、本当にこう首元の形がすごくこう綺麗に見える一番のポイントなんですけども、こちらのジップを開けていただくだけでフードがかぶれる仕様となっておりますので、まあ、急な天候の変化とかはね、こちら開けてきていただくと全然いいかなと思いますし、締めてきていただくとね、雪とかでもこうたまりにくいような仕様となっておりますので、
そういった部分のね、しっかりと機能的な部分も果たしてくれるっていうところは、すごく、ポイントかなと思います。でこちらが今実際ね、こうパラフードのジップを開けた状態で、フードが被れる状態となっております。画面が見切れててすごく見にくくて申し訳ないんですけども、まあ本当にね、これでも全然そのフードのもたつきっていう意味では全然ね、収まりはすごくすっきりしてますので、まあ被ると本当にこう視界が、それでもこうキープできるような形となっております。しっかりとね、この視界がキープできるっていうのもね、こうフードかぶった時、特にね自転車とか乗ってたら危ないんですけども、そういったところの心配も全くなくお使いいただけるといった感じですかね。また結構ね、開けてきた時もね、そんなにこう広がりっていうところもなくて、このまま、ラインがこうキープできるっていうのも、綺麗に着ていただける一つのポイントかなと思います。でこちらがワンサイズ上がりまして、今で L サイズを着用しております。まあね、このぐらいの着丈とか、全然でもね問題なくお使いいただけるかと思います。まあちょっとね、オーバーサイズ気味に着たいなっていう方はワンサイズ上げていただいても、そこまでシルエットがこう崩れる印象はあんまりない、感じなんですけども、まあ一個ね懸念する点があるとすれば、袖口の長さだけですね。まあここがもうどうしてもね、ちょっとこう手のひらにこう当たるというか、まあ、かぶさるようなことが嫌いじゃなければ全然問題ないんですけども、あんまりこう手のところにね、こう生地がもたついたりするのが嫌いっていう方は、やっぱりね、ジャストサイズの方をお勧めしたいかなと思います。まあこちらね、裾をねこう絞っていただければ、しっかりとねこう落ちてくることはないですので、まあそういった部分でね、対処は多少できるかとは思うんですけども、まあ本当にこの丈がね、もともとそこまで長くないかなっていう感じの印象ですので、そういったところでこうパンツの太さであったりとか、まあ普段のねスタイルに合わせたサイズを選んでいただくのがまあいいかなと思います。でもまあベースはね、本当にすっきりめな印象ですので、まあそこはポイントとして押さえておいた方がいいのかなと思います。まあ裾をねちょっと絞ると、さらにね着丈の調節っていうところもしていただきやすくはなりますので、まあそういったところでね、結構バランスは取っていただけるんじゃないかなと思います。まあ、デザインもね、本当にオールブラックで、このかなりかっこよくスタイリッシュにお使いいただける感じですので、綺麗めなスタイルでもしっかりとハマってくれるジャケットなんじゃないかなと思います。もちろんね、こうスラックスとかでも全然コーディネートとしてはかっこよくこういけますので、まあそういった部分含めてね、本当に綺麗なコーディネートからスポーティーなところ、カジュアルなところまで、まあ幅広く対応できるジャケットなんじゃないかなと思いますので、こちら本当にね、持っててまず、間違いなく重宝するのは、自信持っておすすめできるアイテムとなっております。デザインもね、飽きのこない感じでシンプルで、本当にこう年を重ねても長くお使いいただけるっていうところはすごくねいいかなと思います。でこちらがもうワンサイズ上がりまして、これで XL ですね、 O っていうサイズなんですけども、まあ、これでもう本当に180センチ台の方でしたら、まあ、すっきりお使いいただけるかなと思います。まあ、160前半の僕が着てしまうと、どうしてもね、着られてる感っていうところはちょっとこう強く出ちゃうかなと思います。まあ、身幅とかに関しましては意外とそうでもなかったんですけども、やっぱり一番はね、袖丈ですね。ここがね、結構もたついてしまいますので、そういった部分でね、やっぱりここまでオーバーサイズにする必要は全くないかなというところですかね。まあ、個人的に、まあ、着るとすれば M でジャストで綺麗めって感じで、まあ、もうちょっとゆったりの方がいいかなっていう感じでしたら、ワンサイズ上げて L サイズで、まあ本当にギリギリ大きく着れるかなっていうぐらいのイメージですかね。まあこんな感じで裾絞ってしまえば、そこまでねめちゃくちゃダボついた感じっていう印象は全くはないんですけども、どうしてもねこの肩周りというより、この袖手首らへんですね、ここの生地の余りっていうところはもうどうしてもね防ぎようがないですので、まあそういった部分のスッキリ感っていうところはやっぱり XL まで行ってしまうと全くなくなっちゃいますね。でドローコードもね、ここのボタン押しながら引っ張ってもらうとすぐ元通りに戻るっていうところがね、結構個人的に癖になるので、こう何回もやってしまうような感じぐらい、ちょっとこうね気持ちいいポイントの一つですね。で先ほどもお伝えしたんですけどもね、本当にこう首周りがねめちゃくちゃ綺麗に見えますので、ここはぜひ一度ね体験していただければなと思います。まあ本当にね、サイズ感はもう実際着ていただくのが一番間違いないかなと思いますので、まあそれでもこう近くに取り扱っている店舗がないよっていう方とか、もしいらっしゃいましたら、まあ少しでもね、サイズ選びの参考になれば非常に嬉しく思います。はい、ということでですね、今回ご紹介してきましたデサントオルテラインのハードシェルジャケットクレアスですね。まあお値段がね約5万円ぐらいちょっとしちゃうんですけども、まあ本当にその分ね、本当に着れる時期というところもね、春先から秋口、まあ真冬に関しましては結構分厚めなインナー着ていただければ全然お使いいただけるかと思いますので、まあそういった部分でもね3シーズン対応できるジャケットかと思いますので、一つ持っていれば、
結構重宝することは間違いないかと思います。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。では次の動画まで、さよなら。